はい、皆さんこんにちは、山崎匠です。今回の震災、本当にとんでもないことが起きました。驚きましたし、自分が生きてる時にこんなことが起きるんだなと、僕も、まず一番初めに、自分の心が揺れ、その後ずっとこんなに考えたことがあったかなって思うぐらい考えましたね。生きるって何なんだったっけと、今自分ができることは一体何なんだろうとか、やもすると、ああこんなこと起きてないとか、夢の中で、すごいうなされてる自分がいたりとか、びっくりするようなことが、僕の心の中の世界でも、起きました。震災前と震災後、本当に大きく、価値観が変わった方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕自身が、本当の意味大きく、価値観が変わりました。今働ける人は一生懸命働いてですね、今、声をかけれる人は一生懸命声をかけてですね、誰かの役に立ち、誰かの心を支えていうことができる。もっと言うとですね、僕たちにそんな場所が与えられたと、捉えることもでき、頑張っていきたいなと思ってます。今回の音声は、学びたいっていう気持ちが、誰かの役にそのまま立っていくという、ものです。そして学んでいただいたものをですね、があるならば、それをまた誰かにリレーションしたり、もしくは行動に移していただくことによって、自分の人生を、自分で律することができると、そういうものになっていけばいいなという思いを込めて、喋らせていただければと、思っております。目の前に起きていることは、僕たちを常に成長させて、くださることばかりです。ぜひ、共に頑張りましょう。